天文台ですか。あ、そうです。浜辺天文台。ねえ、あの、いっぺん行きました。行くんですか。え？行くんですか。あ、天文台に食堂やってんのか。冷やしるうどんとかある。本当だ。まあとか書かないと来る。まあ行く人は行くな。ドライカレー定食です。天文台が濃いで安いですね。停車はどうだったかな。ちょっと登って、あとは、そんなに良くないアップダウンがちょっとある。でも景色はすごいですよねここ。一回登っちゃうと。じゃあ行きますか。100% オーバーを登った後、僕はひどいアップダウンが すいません、あと2キロを登らせてください。まあ、こっからあともう本当降りるだけなんで、ここ行くと、あの、相模峰峠、グリーンラインが、ここはグリーンラインの入り口と出入り口、多分今日一番景色いいとこです、ここは。じゃあ行った方がいい。頑張って写真だけ。2キロかどのぐらいだったかな、登り。前私何かのイベントに参加して白石峠登ってきて死にそうになったんで、ここから先が地獄でした。でも今日は体調が問題ないから、多分そんなにきつくないんじゃないかな。もうそろそろ時間的にはこなれた頃ですね。おやつに。ちょっとだけあの立ち漕ぎの感覚が戻ってきてます。ずっとこれでいけたらいいんだけどな。カーブで見えなくなりましたね。あ、これ待ってるみたいな方はいらっしゃらない。あ、確か全員来てます。1,2,3、あと1人見えない。
初めての山ですごいですね。ここまで。そうですかね。ええ。必死です。初めて峠とか登ったら、普通死ぬかと思うんで。あ、八ヶ岳あたりだったら。20キロ。最初こんなに下って大丈夫なんだろうか。なるほど、きっちりとその分。いやだって。ぶっ続けの登りはきついですね。途中休憩が入るとずいぶん違うんですけど。あ、なるほど。あ、その名前でしたっけ、勝負平。あ、白石の BP の途中にありますね。そうですね。あそこからちょっと出るくらいで、前来たのがワイズかなんかのイベントで。あ、すごい。おお。これがあのさっき鎌坂峠から見えてた。あ、見えてました。あ、そうそう、前この辺にエイドステーションができてたんだ。そう、あのイベントの時にここにテントが立ってて。そうか、あの時は多分パラグライダーここ借り切ってたのか。さっきの人は見えないな。あ、向こうの方に。見えてたんですよね。そう、私気づかなかった。コーラ飲んでたところから飛んでるのが見えた。なるほど、こっち側に来たんだなって感じであのアンテナに見覚えがある。あれですね、あれ見えてたな。おお、一気に行くな。すごいすごい。右に旋回してたから見えない。うん、右にあれが来た。そうそう、固定翼で飛ぶやつはなんか怖いけど、あれやってみたい。パラグライダー。パラグライダー。固定翼のやつは何でしたっけ？大野山から飛んでください。確かあったよね、大野山から。結構あちこちありますよね。筑波の方にもあるし、あの山中湖かな、川口湖かなのとこにもある。天文台まで。ハンググライダーかあれは、固定翼のやつは。やっと思い出した。なんかコテージみたいなのもありましたよね、ここ。コテージ合宿下って降り、登ってくる。でもあれですよね、今日は姉妹かってなってから白石峠を登らなければ寝れないっていうのは。お風呂とかあんのかな、ここは。宿泊ってあったんで、少なくともあるにはありそうですよね。あ、普通に宿泊だったらありそうですね。テントとかじゃなくて、うん、
狭いなこの辺り。さっきそこに森林学習道って看板が立ってたんですけど、お道なんかなかったんですよ。完全に草に埋もれてました。看板10個当たりそうだったら、ね、なんかてっぺんのやつはもう学習施設ありそうな感じなんですけどね、天文台だし。バイザーですねあれ。本当にてっぺんですからねこれ。てっぺんマーク、なんか山のマークみたいなの初めて見たの。三角の中に黒点印ありますね。ああ、それはもう向き国土地理院の、ね、ええ。ブルーベリー園8月だけか。ブルーベリーといえば夏なんだ。前も奥多摩に行く途中でブルーベリー食べたりしたし、ブルーベリー狩りして、ああドーム食堂終わってる。食堂が終わってる。
自転車のメンテナンス道具とか書いてありましたね。おお、結構来てるな。このラックは自作ラック？下にちょっとした広場あるんですよね、確か。あれ違う、これじゃない、あっちか。本当に山頂ですからね、ここ。標高は今どんぐらい来たのかな、800ぐらい。桃サラダ、桃とサラダか。ああ、ちょっとじゃあカメラこう置いてジュース買ってきます。
これで300円だそうです。Thank you.
こっち向いて。広める活動をしているなんて親にバレようもんなら、ね、
あ、そうだね。もう手遅れすぎる。でも興味あって特に見ないんですけどね。
なかったとりつけなくて、もうその机の仕上がっちゃって、なかなか座れなくて、じゃあ大丈夫ってスタッフの人に言われて、それぐらい、わけもいいし。真田さんと、あれの、あの、夜中に挨拶させてもらっては、うん、ちょっと、ごめんなさい。あ、今回あれ、頼むと。真田さんとは、その時知らったから。あ、あの時の人なんだ。俺、ハンガさん来てたから喋ってた。あ、もう1年間には、僕らがちょっと、スタートボールが公園だから、そうそう、その
んはそこで朝を迎えたんですよ。いや何人かいるみたいな。どうなんですか。でデニムって来週だから次は朝しか2週連続で多分来月何日 NSX 講師やなって行くとしていいんですか。すごい。忘れてた。おまけでなんか豚汁をお借りさせてもらったり、蒸しパンというか好きなの持って行ってくれって言われました。乗りがいいけどおばちゃんとこ映せないのはもったいないな。面白いのに。
そっち側の方が確か眺めがすごくいいはずですよ。どっから入れるんだったかな。あ、いっぺん出るのかな。あれどうやって行くんだこれ。あれどこれどうやって入るんだろう。あっちの方確か前入ったんだけどな。ここから入れますよ。向こう側から脇から歩いて普通に入れますかね。あ、道あるか。そうそう、この 木の切り株。これは確か落雷かなんかでこうなったんだったかな。どうだったっけ。セミ。あれあれ眺めが違う。あ、この辺りの木がやっぱり茂ってんのかな。前来た時はなんかあのパラグライダー場みたいなところに人が寝そべってるのが見えたんだけどな。前来た時より眺めが狭い。木が、うん、伸びちゃった。そっちの方がパラグライダー場みたいになってたと思うんですよ。結構広いスロープで見たとき、さっきのところともう一個、もう一段上ぐらいのところに何かあった気がする。おかしいな、全然なんか記憶にあった景色がどこにもない。あれは秩父か。ロゴさんのレポートの写真見てみるかな。あ、載ってますね。そう、この辺り載ってます。そう、なんとかスーパーサイクリングとかいう名前のイベントに出たんですよ。あれ、この山の時は違ったっけ。どうだっけ。で結構すごい人と一緒に出て、私が足を引っ張って DNF という。やっぱ私はあの速く走るイベントはレースじゃなくても無理です。前こっちの方がむちゃくちゃ開けてたと思うんですよ。スロープに人が寝そべったりしてたのが見えたんですけど、全く見えなくなってる。でもさっきのあのパラグライダーのとことかの方がよく見えましたね。あ、時間帯的な話ですかね。いや、あの本当に見晴らし的に、うん、前はもっと良かった。いくらなんでもこれは記憶違いのはずはない。言うことが信じたくなって。そう、昔はこの木全然なかったと思うんだけどな。それか家に帰って検証を。それかコテージの方見に行ったんだったかな。納得いかねえ。ケーキセット300円とか安いよな。蒸しパン、フルーツゼリー、ドリンク1品。で、さっきはブラックベリーもついてた。あ、そうそう、言ってました。あのさっき聞いたら靴でも言ってました。天気のいい日に行って、それ天気が悪いと来ないですね。しかもこの、あ、この待遇、うん、あ、これはシャクトリ腹についてるのは。いや、あ、違うの。真横から見たらあのシャクトリ見えた。マビックって書いてる。マビックさん、この糸くずみたいなのがついてると、だいたいこういうのシャクトリなんで。
ちょっとサムネの写真にいいかもしれないここ。サムネ写真。と言っても立てられないなここは。ちょっと厳しい。あ、青空がいっぱい入るといいんだけどな、映らないなこりゃ。スタンド持って、今日はスタンドつけてくれよかった。まあいいや。見てよ。そう、峠とか登った時にこういう写真撮ってサムネにしてるんですよ。あ、すみません。いいと思う。ここできるだけ青空が入るように。厳しい。違うなイメージ。こうじゃない。この灰皿使ってそことかにこう。ちょっとお借りします。なんかあれじゃない。これだけでこうペダルを乗せる的な。ペダルを。ああ、なるほど。それでどんどんあの下の方までも落ちて。壊したら、よし。よし。急げ。そう、麦茶いいんですか？麦茶いいです。逆光っぽいな。チェーンリングとかメカがこっち側にも見せなくていいの。ああ、そういう話もありましたね、そういや。今までこっち側だから、もうこの際はこっち側で。まあいいかな。同じ方向で。オリジナルと同じ方向で。こんにちは。このチームの中で一番自転車を溺愛している人に。そうですね。多分全くそんなことはないのに。よいしょっと。ちょっと、あ、すみません。あ、それは確かそこに。ここにあった。あ、ここでしたっけ。あ、うん、台の上にありました。いや下でしたっけ。さて、どうなったかな。ちょっとまず設定戻して、あ、もうちょっと上取ればよかったな。まあでも結構いいな。とりあえず暫定で、ええこれ多分なんか工事現場とかで使いそうなパーツをいろいろ組み合わせて作った感じですね。そう、バイクラックを置くということだけ共通してて、どう調達するかっていうのは適当なんですかね。それぞれなんですかね。丸一ハンディパイプ、丸一、これで食料はすべて我々が食い切った。これって何、さっき言ってたよね。サイクルロードチーム。あ、なんか文字列は知ってる。エキップ浅田、浅田さんっていう人が絡んでるんですかね。監督は浅田さんですから。で、コバトンですね。なんか練習コースらしいです。
遥かなるシャンゼリゼを目指して、シャンゼリゼ？ツール、ツールドフランスのゴールです。ああ、プロチームですか。なるほど。今日ゴール。ああ、堪能したな、ここ。こんなに堪能できるとは。ああ、そうそう、この景色。これなんか、でもやっぱり、うん、やっぱりこれパラグライダー場だったのが、もうやってないんですかね。あそこなんか木生えてても大丈夫なんですかね。まだ生きてるのかな。はい。え、こっちですか。ただ建てられるかどうか、これは。あ、いててててて。ロープで行けるかな。よいしょ。お、いい感じ。何かが違う。あ。あ、でも大丈夫ですね。あ、いてこれペダル。あ、ありがとうございます。ですみません、私のサムネ撮影のために待たしちゃって。ちょっとこれ風がちょっと吹いたらダメですね。悪くはない感じはするけど。しかしやっぱり明暗差厳しい。のっと、あ、草、そうだ。もうこれ向こうの景色見える方がいいな、空見せるより。草刈るから。あ、でこのあのコンクリは。ん？あそこ。どこに転がってた？結構重い。ん？この辺。一応現状復旧。わあ、すごいなこれ。結構汚れます。うわあ。お待たせしました、はい。まだこの自転車になってないんですよね、サムネ。ええ、はい。まあでもこの黄色のやつがついた後だから、またいいタイミングですね。そう、あれはそういう名目でした。サムネのしかもその日のは使わずに翌日の使ったっていう。
寒いな。これは白石峠からウィンドブレーカーかな。車。車。それそれ、うん、どれですか。あ、この小屋、この小屋存在覚えてなかったな。ね、そこのお茶屋さんあるので小休みじゃないかも。あ、でもキャスペッカーが。あ、じゃあぜひ。それで小川町まで降りて終わりなの、うん、でどうぞ。
結構避けられないですよね、ここから先は。この出っ張りが。でも私はフロントサースがあるから少しは楽。ここは道幅いっぱいですね。避けられるところだと逆に危ないよな、無理やり避けようとして進路変更して。おお、怖っ。何もかも半端だなの出っ張り。あ、あ、先行っててください。荷物がずれた。よ、ええ。最近ここの。パーツがちょっと歪んでて、よいしょ、この右が外れやすいんですよね。よいしょ、やっぱり角度が足りてない。しばらくこれでいこう。後ろから見て、あ、すみません。でもかかとが当たるようになるので結構すぐ分かります。あ、なるほど。あ、そうですよね、前に斜めるね。え、あねえ、よ
あー、またバンプが。あー、これですね。微妙に左右にハンドル取られ続ける。おお、白石久しぶり。白石じゃない、定峰。ここの茶屋も長いな、十何年前からずっと。おお、こっちも同じバイクラックがある。グルメ何すくい？あずきすくい。第2弾だね。ここ第1弾、第2弾。あ、若干第1弾、第2弾。こっちやん。よっと。うん。よっ。割とストレートですね。よ。あずきすくいってこれは。なんか当然のように買ってきましたね。当然のように。2種類、2種類としっかり抑えて撮影会、撮影会、さだみーちゃん撮影会が、撮影会が始まった。あと12時分か。2枚買ったんですか？2枚。2種類違いで。このあずきすくいもちょっと気になる。あずきすくい、なんかあのワンタン入りのぜんざいみたいな風に見えますね。あ、これ写真、うん、これあずきすくいって何が入ってるんですか、白いのは。これうどん粉でできたほうとうです。ほうとうをこうやってなんで、ね、こういう形にして。で、甘いやつなんですか。そうですね、お汁粉みたいな感じです、ね、あずきほうとうみたい。そう、さっき食べ過ぎてしまった。そっか、食べたい。ねえ、いっぱいいただいて。よっと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 。あ、そうですか。微妙ですね。あの、小ぶりより安いと。ねえ。これ、あの、真っ黒いやつ。
これで最初のきつかったのも忘れがちになりますね。一番最初のところ、きつかったところ。まだこんなに鮮やかなんですね。どうですかね。まだまだ暖かいのはまだ大丈夫なんですよ。寒い時はやばい。だいたい秋口ぐらいの峠の下りとかで眠いって言うの、あの辺り本当にやばいぐらい眠くなるんですよ。まさにあくびを噛み殺して殺しまくりながらやんなきゃいけないんで。あ、ロボさん今眠い。あ、いや、あの大丈夫です。暖かければ。寒いとダメなんですよ、なぜか。普通は高い方が眠たくなりそうですけどね。寝るなら死ぬぞってやつ。まるであの会社であの全体会議に出てるかのようなものすごい眠気が襲ってきて全く記憶がなくなるぐらい寝ちゃうんですよね、ああいう時。見たいと思うんだよな、こいつ。本当に髪切りかな。これ右に降りるんですね。小川町の方か。
結構あのテールライトつけるんですね皆さん。デッドさんもそうだし、つけとこうかな。あ、そうそう、これなんかあの結構明るいので、あのサイクルベース7足でそれなりに評価されてた、はい、そうです。こいつもそうですね、エコノムフォースも。エコノムフォース配光が本当いいですよね。え、あの上に広がらない。あ、なるほど、うん、そうですね、あの四角い形は非常にいいと思います、あとは Z さんに教えてもらった充電器を買えば。ああ、そうですよ。ただあれ自宅で頻繁に充電する場合ですよね。え、しないですか。夜走らない。ああ、そっか。だからめったに充電しないんです。充電というかあの電池取り替えてないんですよ。でもトータル600円とかで入手できるんで。ああ、だってこいつ結構重いのは、そのこいつの中に充電機構まで入ってるんだからっていうことだから、回路の中に。なるほど。使ってやんないと損じゃないですか。なんかそれはテクノロジー機能がついてるから使わなければならない。わかるけど、もったいない敵は確かにする。綺麗。アジサイかなり咲いてるな。今のはなんかセミですよね、多分。セミなんですか。ビビって言ってましたよね。あ、じゃあ見えた。今自転車から鳴ったのか何か虫が鳴いたのか分かんなくて自転車からこんな音しないよな。
さすがに一気に下るな。さだみねの登りか。昔おにぎり食いながら登った覚えが。あれ、これ予定ルートなんか違うんですか。予定ルートじゃない。ショートカットしてもう終わろうとしてるってことでいいのかな。ああ、そうです、そうです。でいいんですかね。はい、一つ。かゆにた峠の方行かずに。はい、お。またずれた。はい、カウントに少し荷物が当たる。まあこれ以上外れることはないんだけど、前が引っかかってるから、引っかかってるか掴んでるから。
まだ撮れてるのかな。もうメディア切れじゃなかったっけ。これか、なるほど、分かった分かった。位置がずれてキャリアの出っ張りが引っかかってたんだ。バックル自体がキャリアの内側の紐引っ掛けるところにカツッと当たって位置がちょっとまずかったんですよ。ほんの少し前ずれてました。それで外れてたのか。よし、これで問題なし。うん、いや降りたら暑いですね。うん、そうですね。あと3秒に1、私は GoPro メディア交換していきます。あ、どうぞ。ん、違う違う違う、 SD カードじゃなくて、ちょっと一旦止めます。これ切れてもまだ録画し続けてるんだよ。本当の残り容量じゃない。では再開。すいません。で、今朝スタートするときに時計合わせやってなかった。16時55分45 46 41 48 49 50、もう達成しました。はい、右でもいいよ。寒い。
こういうところはスピード出るな。あー、高い。日差しが暖かい。写真か。
もう17時過ぎか。この下り、T 字の右。結構10キロ、はい、もうまっすぐ僕もうここから後ろ、あっ、え、ここからなんて、え、こっから、あ、いや、言ってください。眠そうだ下りだから眠そうですね。え、やっぱり少し眠いですね。おしゃぶんり一応押すか。まあ念のためにと思って。
なんかもうすでに火がついてましたね今。なんだろう、花火じゃないのかな。5時半近いか。少し暑くなってきた。
もう超入り。なんかずっと下ってて、少し眠気もあると無口になりますね。人は無口になりますね。っていうと鹿児島弁っぽいな。かけるじゃないや、日が暮れてきたのか。市街地になってきたな。
久々に足止まりましたね。これ道なりでいいのかな。道なりで大丈夫か。図書館先を左折かな。その先左ですかね。駅入り口っていう看板が出てくる。もうちょっと。あ、いやでも多分直行で行けるとより。ちょっと行ってみていいですかね。
あ、向こうの方の。日陰の なんか日陰のいい場所ないですね。これ八甲線じゃないんですか？ないんですかって前来たことあるけど、ここ。あ、そうなんですか。両方来てるんですか？じゃないのかな？違うのか。わかんない。東武って書いてあって、東武線なのかな？確か、こっから入って両方入れるんじゃないですかね。いや、でも一応確認しよう。うん、両方線ありますね。あ、じゃあ大丈夫。うん、向こう側が八甲線ですね。どうだろう、向こう側に回り込んでパッキングした方がいいかな。ん、あ、いや、日陰があるかもしれないし、あとは夢飯をここで食っていくかどうか。特になんかないみたいなことを Z さんは言ってましたね。あ、そうですか。あったら食べようか。確か前この辺りで自然食のレストランかなんか貸し切りで入れなかったことがあって。あ、じゃあそれチェック。なんてとこだ。前やってましたもんね。ええ、前来た辺り八甲線走った時。そうで、そっちの方に富士山がある。確か遭難しかけた富士山。あ、遭難しかけた富士山。山に登って降りてくる時に道間違えて変なとこに行って降りられなくなるとこだったっていう。民家に自転車止めさせてもらう。ええ、自然食とかで出るかな。 あの鉄塔がそうか。ああ、多分あれですね。あれあれ、そうそう、二コブのやつ。リフレ、これかな。ん、なんか違うな。こんなとこじゃなかったよな。腹って減ってますね。今やっぱ自然食レストランが前配信しながらこっち来た時に入れなかったとこがあって、そこそれが気になる。ただちょっと自転車で行くぐらいのとこなんですよ。まあ暗くなってからパッキングした方が涼しいですよね。っていうか全員パッキングでいいんでしたっけ。
いや、自走は、ね、あと、ここからでいいかどうかっていうのも。いや、僕、お腹減って、まあ、夕食食べていこうかどうかっていう。あ、なるほど。あ、私はここでこのまま行きます。ん？あの、飯食わない。あ、一回も遅くなるから違った、うん、飲んでるこの双葉に開いてんのこれ微妙あでもなんか王子は観光旅館だったじゃあ夕飯を食べようという人は探しに来ますかね。はい、まあ、ロコさんお待たせしますよ。これいや、あのここだったあの裏ぶれた感じのサンプルがグデーってなってる感じのなんかこの間の暑さでグデーってなってる。じゃあうん、本当にここだったかな。すげえ肉塊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 小川さんは行きます？あ、じゃあちょっと食べに。ただちょっと店が本当にあるかどうか。じゃあお疲れ様です。はい、うなぎをしたなこの辺り妙に。あとこんな駅前こんなんだったっけな。なんか記憶と違う。あ、これだ。これですか。全然あの地図で探した場所と違ったけどこれだ。やってないか。まあ、準備中って書いてある。ああ。早いのか。何時からなんですかね。17時とか18時まで。ああ、これってなんか日によって入る店というか、時間が違うんですね。人が違って店の中の人も変わるんですね。なおかつ日曜ない。日曜ないですね。日曜休みなんです。ああ残念。うん、ディナーはやってないですね基本的に。そうですね、みんな5時ぐらいまで、うん、で、皆さん来ないのは。タコツカ GTR があったところで引っかかったんじゃないかな。おおって言ってる人がいたから。GTR? 車。古い。使えない。あ、そうだ、GoPro 止めようと思って忘れてたな。もう夕飯探す段になったら。降りて押せとか書いてあったな。あれ？あ、売れたっぽいですね。じゃあ今ここだそう。あ、Z さんからなんか来てる。今ここなんお願いします。
あとうなぎ押しですね、この辺り。ああ、まっすぐ行ってますね。うん。いや。どっかこの辺り店探して。なんか入りたくなるような店がないかな。前あそこの角の店で食ったんだよな。お、これ餃子屋ですかね。営業中です。うん、ここなんかいいな。カレーつけ麺セット味噌ボナーラカルボナーラの味噌味か。そばって書いてありますか。あれそ、あ、味噌ボナーラの横、混ぜそばって書いてある。あ、混ぜそばラーメンみたいなもんかな。こういうのもいいんだけど。学生ラーメン350円。高校生以下自然食の店は今日やってませんでした。あ、そうか、日曜日お休みみたいで。定食屋ですか。いいですね、定食屋。目的の店は今日はやってませんでした。あれかな、お持ち帰りできますのところ。ここですか。これか。前入ったとこです。あ、そうなんだ。どうでした。まあ普通の定食ですね。ええ、ここがさっきのなんか双葉楼とかいうのが感じは良かったんですけど、ちょっと。あと、なんか餃子屋さんもありましたね。餃子、カレー、味噌ボナーラって書いてあった。小川さん何が食べたい。ゲストの、本日のメインゲストの。米。じゃあ米かな。はい、まあ駐輪場もあるしな、駐車場も。ここのなんかとろ飯とかいうのどうですか。なんだろう。ここ駐車スペースができるのはこうの方がいい。はい、ここ高いだけ出して、あれか、お、三門松の。あれあれ、カニどこ行った。カニ南アフリカ産のそうそう、今朝の朝コンビニでおにぎり買ったら、気軽に買ったらうなぎのやつが240円でした。後で気がついた。あのおにぎりだから普通にパッと取って買ったら妙に合計値段するなと思ったら、あれ鍵どこ行ったっけ。
あ、かな、動画のことすっかり忘れてた。こんなんで動画の無駄時間を。今止めます、今止めます。じゃあ今日はここまで、お疲れ様でした。